好き。イエーイ。高根梨花です。神谷梨花です。増田梨花です。近藤武美です。今回の企画は今日好き秋月編クイズです。しゃっ、ありがとうございます。これから私たちが参加した秋月編の VTR が流れます。こちらの映像の中に隠されているセリフやアイテム、文字などが一体どんなものかを当てるっていうクイズになります。お多く正解できた人が一番正解できなかった人、ビリの人にまた罰ゲームを提案してもらいたいと思います。今回はマジで勝たんとやばい。それまあでも問題的にはね、もう分かって当然だと思うからね。秋月編見てるから。間違いないです。出てるから。しかも間違いないです。まあ負けないようにみんな頑張りましょう。頑張りましょう。大丈夫。じゃあ早速始めていきたいと思います。失礼します。初めまして、高校1年生の増田梨沙です。埼玉県から来ました。お願いします。お願いします。緊張してる。はい、1問目、てれん。最初に教室に入ってきた女子、綾乃、ユリア、アリサ、この3人の共通点とは何ですか？はい、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 そうだ、忘れてた、忘れてた。せーの、はい。さすがにね。埼玉県。お、あ、出身っているの？全員正解。ここはまあ、うん、まあ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 、埼玉県。じゃあ、それでは正解の VTR を見てみましょう。どうぞ。はじめまして、高校1年生の増田梨沙です。埼玉県から来ました。お願いします。お願いします。緊張してる。こういうの好き好き。こういう人応援したい。埼玉県、しかも一緒。埼玉、え、ということで答えは埼玉県出身でした。一問全部正解ということで成功で、まあまあまだね、まだ大丈夫、はい、いけるいける。次からよ、問題は次の問題に行きたいと思います。はい、なんだろう、なんか甘えてもよいい人みたいな感じ。あー、マジ？オーラが出てる。本当？うん、嬉しい、それは。いや、嬉しい、もう本当にね。戻ってきた。もうはちゃめちゃや。おい、はちゃめちゃや今回。アイスを持ってきたさくらとみずき、それぞれ何味のアイスを食べた？待って、これは分かんない。じゃあみんなボードに書いてください。4個ってことですよね。そう、 4つの味が。え、待って、自分ので迷うのに。え、やば、分からん。ダメだ、これ覚えてないな。せーので、いきます。めっちゃ適当だ俺。せーの、はい、はい、ユリアとあれ全く同じなんだけど、回答。え、やばい。一緒じゃない？うん、答えは？じゃあ答え見ていきましょう。はい、どうぞどうぞどうぞ。ソフトクリーム食べる人。え、お話し中すいません。え、でもめっちゃ溶けてます。溶けてるの食べる。え、でもちょっと待って、これはちょっとレベル1に。そうだか、ちょ、これマジでレベル1。いいよ、選んで。いいよ。チョコ、バニラ。みんな食べよう。じゃあ4人で。ストロベリー、ソーダ。いや、待って、いやいやいや、待って、いいよ、これ持つわ。え、食べたいの選んでいいよ。え、マジで何でもいいです。やばくない？いいよ。めっちゃ溶けてる。でもありがとう。え、大丈夫？早すぎる。ありがとう。やったやった、やった、マジで。やば、待って、超勘なのに。そんなことは、うちらは経験してるから。まず、え、ダメだよそれは、よくない。俺めっちゃ勘なのに。何これは。次の問題、3問目いきましょう。一緒になれるとこ、機会があったらなろう。うん、じゃあもし女子から誘われたら誘うわ。お願い。お願いします。はい、はい、じゃあ、じゃあね。3問目、アリサが帰ってきてすぐにツーショットに誘った匠、気がかりだったことは、アリサの手に書いてある何のことだった？何のこと？何が書いてあったかを書けばいい。え、じゃあ、そのまま書くわ。一回消しよう、消しよう。え、右手だったよ、確か。はい。あ、待って、あ、俺文字で書いてたわ。あ、待って、文字で書いてた。うろ覚えだけど。え、文字で書いてた。あ、そうそうそう、一緒一緒。そう、
ハートに関して。もう買わないじゃん。そうなの？え？ハートに関してとかって、あ、なんで、なんだっけ？まあ、正解を見ましょう。わかんない、覚えてない。まあ、昨日はなんて言うんだろう。ずっと考え、正直ずっと考えてましたね。あとは何してんだろうって。ずっと二人でいるみたいな、なんつうの、感じがして、ちょっと嫌でした。嫌って、まあ、嫉妬してました、ずっと。嫉妬してました。なんかその、ここにハート、ハート書いてるじゃないですか。ハート、絶対カズあれだなと思って。そう、だからカズはライバルですね。あっちもなんかいい感じなんじゃないと思うんで、油断しないで頑張ります。ハートか。うわ、自分で言ったのに。答えはハートが書いてあった。私、はい、書きました。うわ、マジか。これはもうありがたい。私ここ3回見たから勝ち。ということで4問目いきたいと思います。4問目、はい、せーの、よしきくん。あー、すげえ。え、なんて違った。ズボンと違った。カンペじゃなかった。おしゃれ。でも普通にめっちゃおしゃれ。男子の制服、ヨシキが歩いてきた時の井上さんのツッコミは何だったでしょう。はい、理解した。はい、もうこれはこれはわかるよ。せーの、はい、はい。あれ、じゃあこれはもうカがないから。え、俺カ書こうとしたけどいいかと思って消しちゃった。じゃあ一回、まあVTR、正解の VTR、どうぞ。どうぞ。あー、すげえ。え、なんて違った。ズボンと違った。カンペじゃなかった。おしゃれ。でも普通にめっちゃおしゃれ。うわ、パリコレか。ヨシキ、やりすぎよ、ヨシキ。イエーイ。え、これどうなの。アウトです。いやー、マジか。答えはパリコレかでした。次の問題がラストです。5問目どうぞ。いい感じ作れた。いい感じ、いい匂い、いい匂い、マジで、うん、乾杯、はい、乾杯。香水作りに行ったヨシキとミズキ、2人が飲んだジュースの味は。え、待って、何。ちょっと待って。いくよ、見せます。せーの、はい、はい、あ、待って、あ、2つ書くの。あ、え、あ、2人同じやつか。あれ、あ、待って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 、はい、答えの VTR をどうぞ。乾杯、はい、乾杯。うん、うん、バラの味する。バラ、バラ食べたことない。わからんけどな、でも美味しい。あっと待って、何してた。バラ、バラでした。待って、俺やばいな。第一号だと思ったんですけど。嘘でしょ。1位だ。え、罰ゲームだから言ってほしいことにいいじゃないの。じゃあ、告白の時の言葉をもう一回言って。待って、マジで覚えてないとか。いや、覚えてるよ、覚えてるよ。この3日間、思いを伝えてくれて嬉しかったです。まだまだゆりあちゃんのこと知らないことたくさんあるから、これから一緒の時間を過ごしてもっともっと知って、もっともっと好きになりたいです。付き合ってください。うおー、やばい、いやー、恥ずかしい。いや、私もね、恥ずかしい思いしたんで。今回の常識や気づき編クイズどうでしたでしょうか。楽しかったね。めっちゃ懐かしかった。結構楽しいな。え、ちょっと難しかったよね。なんかさ、いや、難しかったけど。難しかった。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。